今回の企画はオンリーを一番知っているのは誰だ、オンリー王選手権。オンリーに関する様々なクイズを2つの部門に分けて出題。果たして初代オンリー王に輝くのは誰なのか。チャンネル登録とグッドボタンを押して最後まで早見ろや。この前オンリーとハンバーグ食べ行きました。ハンバーグ。どうもドズルです。オンリーのナンバーワンボンジュールです。よろしくお願いします。オンリーワンじゃないんだ。オンリーの好きな飲み物はミックスジュースです。どうも皆さん、こんちゃっちゃオラくんです。本当に？いや本当好きっすよ。本当に好き。喫茶店行ったらミックスジュース飲んでました。こんにちは、オンリーです。ラーメンは麺とスープしか飲みません。悪いな。モノマネシリーズ悪いわ。面倒見せようとしてないし。さあ始まりました。オンリーのことを一番知ってるのは誰だ、オンリー王選手権。イエーイ。俺だ。皆さん普段一緒に活動するオンリーのことよく知ってますよね。もちろん当たり前じゃないですか。当たり前でしょ。はい。本日はオンリーに関する様々な問題に答えていただき、一番正解できた方が初代オンリー王となります。よし、ついてきたか。来た。はい。さあそれではまず最初にクイズコーナーです。はい。全部で10問ありますので皆さん頑張ってください。はい。それでは第1問目、本物のオンリースキンはどれでしょうか。これ意外とむずいんだよな。これむずい。いや。カッコだって全員不正解ありましたからこれ。え、何が違うんだ。いや結構違うくないですか。いや、え？いやー。いやこれむずいな。むずって。どっちだ。どっちだ。いやそれな。どっちだ。1か3だよね。いやこれ3あるな。3しか勝たん。え、じゃあ麺3ってことで OK？ ポンさんお願いします。ポンさんはね、ナンバーワンって言ってたかもちろんね。はい、僕 OK です。僕も OK です。ちょっと待ってくださいね。何が違うんだろう、これと。その違いだけ。あ、もうそんなもう一目で分かるわ。あー、きついな。見てわかんないか。最初に見てこれって思った人だよね。それは当たり前だよ。比べなくても、クラさん、ボンさん、じゃあお二方、間違えてた俺半年いじりますか。いや重すぎるでしょ。重すぎるでしょそれは。はい、答えてください。お願いします。一瞬で一瞬。よろしいでしょうか。はい。それではドズルさんから順番にお答えください。もちろん2番。もちろん5番。もちろん2番。当たり前の2番。あれボンさんが一人勝ち。どっちだ。やべえ。さあそれでは正解 VTR をご覧ください。あー、3違ったか。いやー、くそ、3違ったか。1色か。はい。あー、ちょ、寄り目じゃなかったか。ほんと、2か5よね、2か5よね。え？正解はありません。いや、ボンさん。ボンさん。昔のか。いや違いますけど。昔もこれでしょ別に。ね、5番使ってた時代ないでしょ多分。ボンジュールあとスキンもわからないさ。いや、まあ僕内面を見てるんで僕は。じゃあこっから全問正解だ。あ、もちろんもちろんもちろん。こっから全問か。はい、OK。外見はいいの。はい、後ろのセットの方もですね、オンリーあるんですけれども、はい、バレないようにスタッフがちょっと変えて作ってたというデフォルメも。ここが、本当だ。カンニング対策もしておりました。カンニング対策されてるんだ。はい。あなた方は外見で人を判断するという。いや、どっちも知ってますから、もちろん。オンリーのことは。
はい、さあそれでは第2問目からは、猫おじがですねオンリーに質問をして、オンリーがその質問に対して何と答えたのかを皆さんに予想して回答していただきます。はいはい、なるほど、なるほど、これを待ってたのよ、はい、いや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 、ああそうですかあ、そうですか。そうですか。オンリーみたいな言い方した。確かに今、猫字オンリー味があったな。あ、ちょっと塩感出ちゃいましたね。塩感、そうです。はい、では2問目いきましょう。はい、第2問目。いつもの並びで、ホットバーを並べてくださいとオンリーに伝えたら、どうアイテムを並び替えたでしょうか。皆さんお手元にチェストが配られたと思います。こちらをですね、オンリーに実際に渡してどう並び替えたかを当てていただきます。無理だろ。無理でしょこれ。それはいやでも僕ね、これとこれはわかる。オンリーの気持ちになって、はい、並び替えてください。これ全問正解じゃないと得点ならないですか。完全一致ではないとダメです。いやーそれは無理。これはちょっとこうかな。いやそのチェストと作業台も分からん、はい、いや余裕です、はい、できました。え余裕、え余裕なの、はい、すごいな、終わりました。コンリー飯食わんやろ飯食わん、まあ、これ自信ありです。自信あり、はい、ね、え、そう、それはすごいな。それミスターボンさんにいじられてしまうぞなんでかっていうと、うん、これ俺がいつも並べるやつです。いや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 、自分自身がねオンリーだという、はい、はいはいはい、俺こそが本当のオンリーだっていう、さあ違う競技になる。それでは VTR をご覧ください。いつもの並びでホットバーを埋めてください。はい、もう並べてる並べてる、いかん、並べてる並べてる。あれ今なんか似たことのやつ入ってなかったか。こちらです。そんなわけないし。うわー。うわー、どうだ？ん？あれ？あれ？お、ボートなんかねえぞ。ボートない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 。どうなってんだ？え？チェスト違う。おい、チェストじゃねえかよ、入ってんのかよ。おい、なんでこの問題考えたやつ。ブーブー。ブーブー。あー、なるほどなるほど。はい、でこちらちょっと、はい、正解者は出ようがなかったというこちらあのマジでごめんなさい、はい、いやーそこだけだわ。あいやいや確認します、確認します。ホンリーかボンさん、逆にボート以外のものが合ってる方いますか。ちょい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 、これひどすぎ。え、僕結構惜しくない？でもあ、ドズルさん惜しいな。ツール系は自信あったんですよ。ツール系とバケツは絶対ここなんで、うんうん、ここは自信あったんですけど、これ以外ちょっと難かったな。もう外れは外れですか。まあ外れは外れ、確かにそれはそう、まあ、それはそう、まあ、ちょっとこちら、はい、不備があった中でも、はい、正解者いなかったということで処理させていただきます。難しすぎるよ。難しすぎる。これは難しすぎる。これは難しい。超難問だった。猫さんを半年間いじればいいです。いや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 。まあもうそれは甘んじて、はい、もういじ飽きるまでいじっていただいて大丈夫です。飽きるまでいじって。いや難かったな、いきなり。まあちょっと気を取り直して。はいはいはい。まあこれは知らない知らない。はい、第3問目。はい。はい。小さい頃の夢はと、質問しました。オンリーは何と答えたでしょう。簡単じゃないですか。え、非常に簡単ですけどね、はい、皆さん黙り込んでますが他の3名いや簡単なん、皆さん本読んでらっしゃらない。ああ、はい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 、はい、なるほどなるほど。部活は覚えてるんですよ。そう、めっちゃ同じ。ちなみにオンリー本で答えてないって言ってましたけど。え、おどろおどろ、まずい。おどろおどろ、ちょっと待ってちょっと待って。話が違う話が違う違う。おかしいな。あれ、いや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 。何を読んだんですか、どうぞちょっと。何を読んだ。あれ、この画像を見てくれ、この画像を見てくれ。画像。この画像。僕証拠画像ある証拠画像ある証拠画像。ちょ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 。どこが出てくるんですか。見てください、こんなに堂々と将来の夢なしって書いてますよ、ほら。ほんとだ。俺、こんなに堂々と。
駅中広告、駅中広告、駅中広告で、駅中広告に今将来の夢なしで出てますから。大丈夫ですか？これ大丈夫ですか？これ。これ大丈夫ですか？今広告で。どっちが真実ですか？どっちが真実なんですか？でもね、小学生の時とかに聞かれるじゃないですか、将来の夢とか。はいはいはい。そこでさすがになしとはね答えなかったっていうことじゃないですか？なるほど。文集でなんかね、小学校の文集でなしって書いてたみたいな本に書いてあった気がしましたけど。はいはい。格好つけちゃったか。ああ、じゃあ出したか、今回。おっと、ついに出したか。オンリー。オンリー、まさかの二次被害。オッケー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 。いや、ラーメンに具乗せないやつが将来夢あるかって言われたの。いや、今からの実況。なんかやめてください。ちょっと、いるか、オンリー用ですからね。うん、今から、それは。将来の夢？オッケーオッケー、わかりました。まあでもあるんでしょうね。なるほどなるほど。え、でも割と予想つきますけどね。はい。うん、わかりますわかります。うん、よし。はい、オッケー。それでは、ドズルさんから回答お願いします。仮面ライダー。イチロー。これだな。ここで来るか。サッカー選手。ヒップホッパー。ほんとか？ほんとか？もうねえ。本気で予想してる。あ、真面目。あ、ごめんなさい。はい、皆さん大丈夫ですか、これで。はい、はい、はい。割れましたよ、割れましたよ。割れましたね。割れた、割れた。さあ、それでは正解 VTR をご覧ください。小さい頃の夢を教えてください。これは配信で言ったことありますね。お、バスの運転手です。うわー、バスの運転手さん。いやー、迷って、いや、そこだ、そこだよな。二択だったんだよな。二択外した。二択外した。あれ、一郎ってバスの運転手じゃなかったっけ？いやいやいや、違います。一郎さんの方もいるかもしれませんね。野球選手です。はいはい。はい、ということで、正解なしでございます。はい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 。まあ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 、どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。はい、どんどん行きましょう。ここは知らない。それでは第4問目。はい。1日で最高何体エンドラ倒しましたかと聞きました。はい。最高っていうのは、それは今まででってことですか？1日、まあそれを聞いたってことですよね。はい、そうですよね。1日、別に事実じゃなくても、それを聞いて何て答えてきたかってことですよね。あ、そうです、はい、そうです。あ、回答を予想するゲームですもんね。まあそれはそうですよ、うん、そうです。こちら数字が一番近い方が正解とさせていただきます。一番近い人 OK です。はい。おプラスマイナス1、あの同率だったら2人とも正解にします。はい、まあ、いろいろ RT の練習とかしてましたからね。かなり真面目に答えるかボケるかのどっちか。いや、ボケるはないのよ。いや、オンリーはボケてくる可能性ありますよ。まあそこも予想して。わあ、 OK です。 OK です。はいはい、 OK です。皆さんよろしいでしょうか？はいはい。それではドズルさんから回答お願いします。11体。300。15体。2万。いや、もう皆さん、1日ですよ。1日ですよね。もちろん、はい、もちろん。ってます。ベッドバカーの練習してる。いや、そうそう、僕もそれを加味したんですよ。そう、加味しても2万はいかん。2万そうなんだよね。だから、どう答えるかでね、セットシートもあるし。なるほど、なるほど。さあ、それでは、正解 VTR をご覧ください。1日で最高何体エンドラ倒しましたか？ちょっとセットシードで測ったことあるんですけど、18歳ぐらいやってます。うわー、惜しい、強い。はい、ということでオラフくん、はい、ポイント獲得です。いやー、はい、すごい。いや、セットシードそうだよね。はい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 。300いっとけ。そんなもんじゃないだろ、限界は。いや、2万はやばすぎる。さあ、それでは第5問。今一番欲しいものはとオンリーに聞きました。なんと答えたでしょうか？これもむずいな。むずすぎでしょう。今一番欲しいもの。今一番欲しいもの。はい、もう本当この言葉の通り聞きました。これはボケてくる、さすがに。本当に？一番欲しいものね。あの、本当に欲しそうでしたよ、でも。あの、ボケてるっていうよりは。はい。おぉ。ちゃんとしたものか。いや、オンリー基本的にそのめっちゃ物欲が強いだけでもないから。これ分かった、分かったわ。ええ、分かったわ。いや、すごい。あれしかない、あれしかない、あれしかない、あれしかない。
え、そんなに、ああ自信どれぐらいなんですか、 100% で言ったら150。めちゃくちゃある。まああれかな、あれしかないな、あれかな、まあ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 、実はヒント、実はだよ、実は。あーそっか、あー分かった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 、はい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 、わかりました。僕わかりましたから、はいはい。では、皆さんよろしいでしょうか。はい。はい。はい、では、ドズルさんから回答お願いします。高性能掃除機。あー、欲しそう。掃除機。いや、わかってない。わかってない。いやいや、そこまでよく見てる。実は、実は、実は。実は欲しいもんです、お姉ちゃん。え？アップルウォッチ。麺のね、欲しくなった。麺持ってるの。そこが。まさかバカにします。いや、してないよ、してないよ。してないでしょ。欲しかったんだって。グッズを飾るショーケース、棚とか、そういう感じ。わー、言ってた、言ってた。なるほど、言ってたな。俺、それも買ったんじゃねえかなっていう読みの、あ、冷蔵庫。いや、冷蔵庫はいいの持ってるって言ってたよ。はいはいはい。え、でかいよ。ちっちゃいのって言ってませんでした。いやいや、でかいの持ってる、でかいの持ってる、でかいの持ってる。はい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 。おっと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 。それでは、アプローチ、これ正解 VTR ご覧ください。今一番欲しいものは何ですか？悩んでる。あー、はい、何でしょうか。え、取り付け工事なしの置き型エアコン。うわー、いい線いってたんだけどな。うわー、冷やすんだったら実冷蔵庫やろ。冷やすんやったらね。一番近い、一番近い。残念ながら正解者なしでした。いや、まあ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 、はい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 。続いていきましょう、はい、第6問。自分をマイクラのモブに例えるならと質問しました。なんと答えたでしょう。いや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 、これは二択ですね。二択だな。ふざけるか、いや、ボケるかどうか、ボケるかボケないかってことですよ、ね、いや待ってよ、下に行くか、え、ま、これボケるかな。この時の時間帯とか、うん、精神状態によるな。いや、そこも読んで、その今までの問題でちゃんと精神状態読んで、ちゃんと、いや二択だこれ。択か、いや、これは、はいはい、もう読みました読みました。今未来見てきました。さあ未来も見えていると、どうでしょう、はい、皆さん OK です。 OK です。はい、それではドズルさんから回答をお願いします。え、あー、アイアンゴーレム。やばい、もう入ってますよ。もう入ってます、オンリーに入ってた今。オンリーで入ってます。回答の仕方もね、はい、あー、はいはいはい、あ、なるほどね。おー、これはもうアイアンゴーレム。入ってましたもんね。オンリーフ、オンリーフ、オンリーフ、はい、あ、はい、アイアンゴーレム。いやもうみんな甘いな。あ、分かってない。あ、分かってない。オンリーはそんなこと言わない。あ、そう。ウーパールーパいや、ゼロじゃないよ、これは。いや、全然ゼロじゃない。あるあるある。ゼロじゃない。全然ある。あるある。さあ、正解者いるんでしょうか。オンリーはアイアンゴレム外してくるはず。正解 VTR どうぞ。自分をマイクラのモブに例えると何でしょう。ファントム。もう何だ、マイクラは切れてるだろうね。なんでファントムなんや。どの要素がファントムなの。いや、もうちょっとなんか悩んでましたね。悩んでね。うんって。いや、もうこれ最高に、あの、好調、調校してる方なんで。ああ、そっかそっか。オーリーの中では。初めて聞いたよ。なんでファントムだったか。はい、正解者なしでした。なるほどな。やばい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 。まだあります、まだ質問ありますんで。はい、第7問、はい、今までで一番難しかった企画はと聞きました。なんと答えたでしょう。一言一句合ってなくても大丈夫です。あの、うん、企画が、あの、ちゃんと伝われば、ね、はい、俺分かったわ、分かったわ。僕も分かりました。分かったわ、これ、分かったんだけど、タイトルがわからん。なんてやつだっけ。まあニュアンス、まあ、ニュアンス伝われば、どういうことやったとか言ってくれたら、うん、それが、あの、動画だったのかショートだったのか配信だったとか、はいはい、言ってくれされば。
あのね、あれね、オンリーがね。あれね。あれでしょ、絶対。オンリーがブチ切れてたやつね。はいはいはい。オンリーブチ切れてたやつ ありましたっけ？ほんま。あんま記憶ないです、ね。見たことないですけどね、切れるっていうのは。そうですね。まあ、あ、やったか、切れてたの、確かに。あ、ありましたね。そういえばありましたね。わかりました。はいはいはい。わかったもん。完璧にわかった。あ、オッケーです。自分もオッケーです。はい、皆さんよろしいでしょうか。はい。はい。モーさんも大丈夫です？僕大丈夫です。はい。はい、では、トズルさんからお答えください。大原麺王決定戦。そっちね。そっちか。全然ある、全然ある。オラフクー王選手権。そっち。そっちか。そうすんの。そっちか。はい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 。いや、僕はあの年齢が変わってあのダジャレをめっちゃ言う企画。あの、あーあー、はい、切れてましたよね。オーラーで、はいはいはい、あ、G でやったやつかな。はいはいはい、はい、あれです。親父ギャグね、はい、親父ギャグのやつ、うん、あのダジャレ100連発企画。あー、一緒一緒だ。はい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 。あ、じゃあ系統2つに分かれた。そうですね、選手権か。みんなあえてエンドラの聞く系を外してきたってことですね。あ、うん、そこだと選べないかなと思って。確かに結構もありますね。さあ、それでは正解 VTR をご覧ください。今までで一番難しかった企画は何でしょうか。難しかった企画、もうすべて の, あの撮影、個人チャンネル、ドズル社問わず。はあ、全敵モブ討伐リレー。そりゃそうだろうな。まあそりゃそうだろうな。そりゃそうだろうな。そりゃそうだ。うわー、惜しいな。王道のね、王道回答でした。王道だったか。王道の回答でしたね。王道だったな。はい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 。こっちで来たか。そっちで来たか。今度はそっちか。まあ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 。今度はそっちか。揺さぶってくるな、オンリー。はい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 。そっちか。さあ、それでは第8問目。このアイテムでボケてくださいとオンリーに無茶振りしました。これ来た、これ来たか。これさあ、これごめんなさい、夜ですか昼ですか。ノーコメントです。おー、ノーコメント。はいはい。ベッドだよね、黄色いベッドね。ああ、そのあ このもう中で聞いたってことですよね、はい、そうです。このアイテムでボケてくる、質問する部屋で先ほどからやってると思うんですけど、はい、あの移動とかもしてもいいよっていう感じにもしましたし、うん、はい、自由で、はい、もうどんなシチュエーションでやるのも、ね、はい、もうオンリーに任せました。はい、わかりました、わかりました。もう乗り移ったオンリーが。いかにオンリーをこう憑依させるかっていうのも大事ですからね。オンリーの気持ちになってお答えください。確かに、なるほど。まあ言うたらオンリーのモノマネみたいなものもありますよね。そうです、そうです、そうです、はい。さあ、それではドズルさんから披露をお願いします。行かせていただきます。リーゼント。ありそう、ありそうだな。全然ありそう。確かに確かに、ありますね、ありますね。オンリーがやったんですよね。オンリーがやったやつ。オンリーがやりました。そう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 、ね、なるほど。じゃあ行きます。はい。ベッドがベッドンだ。ありそう。あるか。ベッドンだじゃなくてベッドンだ。ベッドンだ。なるほど。うわー、はいはい。攻めてんな。攻めてますね、かなり。はよ寝ろや。いや、昼やから寝れんやん。オラ君やん。オラ君やん。オラ君、こちらちょっとギャグとしては一歩リードでしょうか。かなりいいギャグです。はい。リードとかある。へいお待ち、卵のおせち。あるかもな。ありそう。いや、これある、ある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 わ。あるわ。いや、それだわ、それだわ。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 正解 VTR ご覧ください。このアイテムでボケてください。は？ああ。ネザイっていいですか？え？いいですよ。このカバーの黄色い消しゴム、嫌なことも、すべて吹き飛ばします。さ
そっちかー。そう、出たかー。いやちょっと深いことしてる。なんか、ちょっと洒落てますね。ちょっとおしゃれボケ、はい。ベッドがベッドンダじゃなかったか。いや、惜しかった。ワンチャンあったぞ、これ。ベッドがベッドンダ。惜しい。ちゃんとひねって、はい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 。出ましたね。オッケー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 。なるほど。さあ、それでは、第9問目。最近、楽しいことを教えてくださいと聞きました。何でしょう？何と答えたでしょう？オンリーの最近楽しいこと。わかりました。これ自信あります。最近だろ。最近です。オッケー。いやー、ちょっと待って、ね、これは。これ当たるかもしれん、マジで。これは当たる可能性あるな。ふざけるか。いやー、まっすぐ蹴ると思うけど、いや、基本オンリーはまっすぐな感じですね、はい、そうですよね、うん、皆さん悩んでおりますがどうでしょうか。 OK です。 OK です。 OK です。それではドズルさんから回答をお願いします。コンビニの新商品のグミを買うこと。おお、具体的にね、うん、はい、はい、アニメを見る。料理をする。フルマラソンまさかフルマラソン。フルマラソン、はい、走ります。走ってんのあいつは。はい、さあ、さまざまな答えが出ましたが、回答を VTR ご覧ください。最近楽しいことを教えてください。土曜に休みを取り、コナンくんカフェとか行ってます。いやー、コナン思い浮かんだんだよなカフェ。コナンカフェ行ってたか。好きなものといえばコナン。コナン、コナン、コナン、大好きなりますが、はい。今ちょうどね、映画がやってて、そうですね。行ってたこの前、なんか、いろいろ出てて面白いんですよね。今、公開記念であるようですね。イベントがね、いろいろあるみたいですね。そうです。アニメ見てない。アニメ、これアニメで正解はかなり欲張ってますよ。ダメか、ちょっと広すぎますね。さすがに広すぎるか。それは欲張った。ダメか。まあ、コナンカフェで流れてるかもしれませんが、ダメです。はいはいはい。さあ、それでは、クイズ、最終問題です。やばい。やばい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 。第10問目。得意料理は？と聞きました。なんと答えたでしょう。オンリーの得意料理。OK です。そんな早い？お、早いですね。これ当てれた人食べれるってことですかね。ちょっと今日用意してないです。すいません。あ、そっかそっか。はい。ああ、ここに出来合いのものはないと。ちょっと用意してないかな。得意料理？これドズルさんわかります？いや、正直、はい。なんて答えたかわかんないけど、はい。なんとなく、はい。なるほど。OK です。俺が好きなやつ答えてもダメです。ダメです。まあ、ダメじゃないけど、ダメじゃないけど当たらないと思いますよ。なるほど。難しい。行ってみるか。OK です。OK です。OK です。はい。それでは、ドズルさんから答えをお願いします。パスタ。ティラミス。ああ。ああ。そっちね。オムライス。おお。かぶった。オムライス。おお。オムライスかぶりある。これね、いや実はこの前オンリーとホットなった時にオムライスめっちゃ作ってるって言ってたよね。答え。いや俺なら。まず得意料理とよく作るはまた違うから。そう違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 う。確かに。確かに。さあ、それでは正解 VTR をどうぞ。得意料理を教えてください。激安トマトパスタ。お、これは激安。これは。これはドズルさん正解でいいでしょう。正解です。やった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 。よし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 。パスタね、作るの楽って言ってたこの前。パスタか。さあ、ここで、クイズは終了となりまして、この後実際にオンリーに来ていただいて実演に、実演クイズになります。オンリー来るの？オンリーさんに来ていただけます。焦る顔がねえ。あれちょっとボンさん、焦る顔がねえ。ここで0点の人は脱落でしたっけ？
今日は特別に、まあ次も行っていいでしょう。特別で。透明になるとかもない。はいはいはい、はい。はい、もう透明もなく。あ、オッケーオッケーオッケー。はい、ちょっとオンリーに聞いてみてください。ポイントバレないよね。ポイントはまだバレない。はい、バレないです。もうオンリーでは伝えません。オッケーオッケー。伝えないで、伝えないでください。オッケーオッケーオッケー。いやお疲れ様です。いやお疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。なんでみんな敬語なの？いや、そんなことない。いや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 。そんなことないです。そんなことないです。どう？お元気ですか？いや、接戦、接戦、接戦。接戦も接戦。接戦も接戦。接戦。誰が勝ってもおかしくない。おかしくないね、これは。さあ、それではここからは、オンリーも合流して、実演問題全5問。やっていきたいと思います。はい、よっしゃ。実演問題、はい。それでは第1問目から。え、お、ここは？こちらのパルクール、はい、何回目でオンリークリアできるでしょうか。何回目？時間じゃなくて何回目？はい。これちょっと見ていいんですか、これ。見ていいです、見ていいです。はい、どれどれどれ見ていい。オンリーは初見でやっていただきます。はい。何回目で？ジャストビタで当てた人だけ、はい。ジャストの人でもダメ。そうです。じゃあ、わかりました。はいはい、はい。いや、これね、なんか、蜂蜜オンリー苦手って言ってた気するのに。はい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 。蜂蜜があるのか。いや、俺オンリーの苦手なやつ知ってるから。もちろん、あれっすよね、猫さん、ね。本気でもうオンリーは全力で。それはそうです。全力です。全力です。はい。やるってことなんですか。ここで、もちろんそうです。おそらく、何回からな。はい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 。まあまあまあ、何回目でクリアかよね。そうです。1回目でクリアかね。はいはい。OK です。で、1回失敗したら2回目みたいな感じ、ね。OKOK。ビタでくあの得点ね。はい。ビタ当てじゃないといけない。わかりました。僕大丈夫です。もちろん一発クリア。3回目。2回目。もちろん1回。おぉ。なん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 どんどんなの。いやでもこれ結構ね、ロジカって割といけるんじゃないかな。アスレ。僕ね、うん、ここ苦手。あそこはむずそうですね。でもここ。さあ、それではオンリーちゃん、こちらに飛んできてください。はい、来た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 。うわ、いやこれは無理だよ。一発目は無理だよ。おー、一発無理か。 いけるいける。 いけるよ、オンリー。ただ 何の小ボケをしたか分かるような頭装備してる人はいるんだけど。いや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 、違ったかっていう。横から見てももう4マスとかあるし、4マスいけないとき、8回ぐらいいけないからね。あれ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 、はい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 。オンリーは長オンリーはいくよ。なのでこちらオンリーが4回失敗した時点で終了ですね。最高でも3回じゃない。3回です。そうですね、3回失敗した時点で、はい、終了ですね。 OK です。はいはい、いけるかな。いきます。頑張れー。いや、はいはい、あ、もう無理。あー、はいはいはい、はい、左を難しいよね、確かに。これ落ち着いてね。あ、大丈夫よ。遠く見える、いつもより遠く見える。いけるいける、落ち着いて。頑張ます。あ、じゃあ、ちょっと大丈夫、こっからノーミス、こっからノーミス。ポンさんだけだ、ポンさんだけだ。ちょっとあー、ダメだお疲れ様でした。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 ちょっと普段と違う、はい、ちょっと緊張する中で。はいはいはい。はい、いやでも4マスパーをいけた。あ、そうですね。4マスむずいんだ。難しいな。いきなり難しいんだな。はい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 。はい、でこちら正解者なしということで。なるほど。なるほど。まあ平等ですよね。まあ競ってるのには変わりないですよね。そう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 。そうですね。競ってる。さあ、それでは。実技第2問目。あ、なんだ、何、はい、この脱出マップ、オンリーは10分でクリアできるかできないか。できるかできないか。10分、はい、かなり長いですよ。え、普通どっかのハイフマップぐらい長い。え、ちょっと見てできないでいいんですか。はい、はい、あのメンバーは見て大丈夫です。オンリーちゃんは初見でやっていただきます。これ何、これ、見ていい。え、これどうなってんだ、これ。ああ、そういうことか。
おお、まあ、2分の1できるかできないか、ね、はい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 、ちょっとお待ちください。どんな必死ですね。10分でしょ。10分結構だって多分僕でもできますよ。えっ、本当におやおや、ボンでもできますね。ボンでもできます。ボンでもできますね。ボンでもできますね。これマジですか。なるほど、なるほど。 OK です。 OK です。皆さんよろしいでしょうか。はいはい、 OK です。それではドズルさんからお願いします。できない。できる。できる。できる。おお、割れましたね。ドズルさんだけ。いや僕、うん、みんなできる選ぶかなって思って、逆張りのできない。できないわ。なるほどね、なるほど。いやー、過去にね、差をつけようっていうね、過去にちょっとね、うん、本物を見つけるで、ね、ドゥさんが大外れして、あの今日はごめんっていうラインが来たからね。ちょっとこれは恥ずかしい。いやー、れはかなり僕自身もショックで、あーショックで、はいはいはい、本当に気にしてラインしてたと。はい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 、いいですね、いいエピソードですね。さあ、それでは、お兄ちゃんこちらにワープしてください。はい、10分あるからね、10分。僕の方でタイムは、カウントさせていただきます。なんかなったぞ。10分あったらね。あ、大丈夫です。10分相当長いですもんね。10分、激安トマトパスタも作れちゃうよ。もう3つか4つぐらい作れちゃう。いや、確かに7分湯で使ってるからちょっと無理かもしれない。7分湯で使ってる。結構やらかくするタイプ。じゃあ、お兄ちゃんの好きなタイミングで始めてください。はい、スタートは始まりました。よくわからんな、はい、これ。あー、なんか松明があると。はんはんはん。え、あ、これだけ。え、どういうこと。はい、いや、これがどういうことなのかわかんないんだよね。あれ、あ、ここじゃ、あれ、なんだここで、なんかスタート前になんか鳴ったんすよね。へー、なんかチリンチリン鳴ってる。鳴らして遊んでる。キャンプするとなっている。ああ、はいはいはい。はい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 。リフトしてもなってない。わかんないよ、これ。何これ。何これ、どういうこと。これは面白いですね。あ、そういうことね。どうなってるかわかんない。別に、松明の色が変わってるわけじゃないし。あ、切れた、切れた。なんで、なんで抜けれたんだろう、これ。はい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 、はい、おー、赤い壁は抜けれるのか。おー、赤い壁、あ、なんかだ。うわー、そういうことか。なるほど、なんか変わってたんだ。はい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 、すごい、これ3か。いやー、よくできる。むずそう。え、でもジャンプしたら変わっちゃうんでしょ、これ。覚えないとだ。むず、いや、むず、これむず。次どこだ。おお、おお、あ、ダメだ。ちょっと見てる。はい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 。やっぱ10分は。工事そろそろ10分経ちましたか。まだ2分も経っておりません。あ、2分も経ってない。いいよ、いいよ。うまい、うまい。いいよ、オンリー。いいよ。鉄ブロック。鉄ブロック。強い強い強い。なるほど、あそこが。2分経過。いや、これ一回死んだ方がいいんじゃない。はい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 。うわー、これどうだ。チェストはいくつだ。チェストは4つか。ああ、とルートこれ覚えなきゃ。おうおう、すごいすごいすごい、いいペース。すごい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 。次どっちだ。なんか次奥か。おーおーおーおお、神経衰弱みたい。おお、強すぎ。あ、いけると思うんで。これやばいぞ。これいける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 。すごい。いやー、違った。いや、おし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 、あと2個でしょ。10分でやらせんのやば、これ。え、猫じ10分経ちましたか。残り5分30秒。あ、残り、まだ半分以上。半分、半分。おー、いいよいいよ、いいよ。あるか。やったー、かぼちゃん。かぼちゃん、なるほど。ナイス。あと奥か。で、上にも登らないといけない。まずいな。はい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 、余裕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 だよ。これ見てるよりやるのむずいんだろうな。
まあ、相当難しいと思います。うまい、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 すごい、すごい、すごい、すごい。あと登るだけ。残り5分。はいはいはい、はい。半分経過。あ、残り5分。行ったな。いやでもこっからが遠いっすよ相当。上登らんといけんからな。え、すげえ。え、え、え、すげえ。すげえ。あ、なんかあった、なんかあった上に、なんかあった、なんか上にあった、ナイス気づき、なんか上にあった、ナイスナイスナイス、うわあよかったよかった、これはいったか、あ、違う、落ち着いて大丈夫よ、時間確かになんか足んねえと思って、残り3分30秒、大丈夫大丈夫、いけそういけそういけそう、はいはいはい、オッケー、ナイスナイス、あ、いいよ、あ、いいよ、いいよ、いや、うめえ、うめえ、うめえ、よしよしよし、やったーい、やったー、よしよし、これはすごいわ、6分28秒でクリアです、イエーイ、早い早い、すげー、あー、なるほど、いや、めっちゃおもろかった、普通におもろい、おもろい、おもろい、ちょっと参考タイムまでにボンさん何分か測ってもらっていいですか、あー、どうも、ボンさん、ボンさん、いや、俺から見とったから、あの、30分ぐらいかかると思う、分かった上でもね、うん、はい、すごいな、がね、すごいな、うん、面白かった、でもこれさあ持ってまいりました、あ、いや、ドスさんが1ポイント取れてないのだけ分かってますからね、いや、でも大丈夫、僕リードしてたから、うん、前半で、あ、だいぶハイレベルな戦いで、いやいやいや、かなり接戦だと思います、うん、はい、競ってる競ってるよ、さあそれでは実技第3問目、はい、うん、あ、オンリーがこの早口言葉噛まずに言える。え、まあ、結構オンリーショート動画でやってるから、それでは早口言葉こちらです、何この沈黙、こちらをちょっともうオンリーが言えるか言えないか、おお、何が出てるんだろう、はい、オンリーちゃんには今見えておりません、これ初見で噛まずに読めるか読めないか、3回読むとかじゃなくて1回読み切れば OK です、1回ね、 OK です、 OK です、判定は猫おじがします、判定猫おじ、これ早口かどうかも猫おじ判定って感じですかね、あんまゆっくり、そうですね、ゆっくりすぎるとブブーと、はい、ダメですね、はい、はい、OK です、はいはいはい、OK です、はい、OK です、それではドズルさんからお願いします、できる、できない、できない、できないと思います、わあ、また僕だけが、いや、バレたな、信じてるぞ、オッケーオッケーオッケー、結構えぐめの、結構えぐい、結構えぐいでも、結構えぐい、結構えぐい、えぐい、えぐいと思う、さあそれではお兄ちゃん、一旦チャットオープン、チャットオープンしてください、はい、はい、いきます、それでは早口言葉噛まずに言えるチャレンジスタート、ラバカロバカロバカラバカ分からなかったのでラバカロバ残念むずい、むずい、普通に、あ、難しい、いや、むずいね、急に感じきたら、急に感じきたら、うってなっちゃった、はい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 、惜しかったな、黒べたなとか言いそうになった、いいペースでしたよね、うん、はい、正解は、3名ですね、ドズルさん以外、やばい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 、開いちゃいましたね、あら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 、ボンさん威張らないで、オンリーちゃんのこと何も分かってないな、いやいや悪いボンさん、強えな、はいはいはい、さあでは第4問目いきましょう、さあこちら、オンリーがマグマボート何メートル進める、うわいやーでもなあ、もう分かりました、いやめっちゃ緊張もするやろうしな、どれくらい進むんだろう、
ちょっとボンさんやってみていいですよ。ちなみに100が最大です。じゃあもう参考にね、参考まで。あ、そうですね。皆さんやってみるのは大丈夫です。僕がやったら。いや何の参考にもならない。何の参考にもならないです。どこで死んだ俺。5メートルぐらいはジャンプで行ったんじゃないかと。4メーター飛んで死にました。ワンジャンプ5ぐらいはいける、はい、ワンジャンプ5ぐらいね。いや参考になります。参考まあでも本当この緊張の中なので、みんなに守られながら、ね、一発ですよね。これがね本当に、うん、はいはいはい、どうなんだろう、はい、こちら一番近かった人に得点が入ります。わかりました。落ちたところだよね。そうです。はい。はい、はい。スタッフの方で何メートルだったか集計出します。はい。はい。はい、では、ドズルさんから回答お願いします。40メーター。15メーター。100メーター。おー、最後。100です。おー。おー、なるほど。なるほど、なるほど。オンリーはいけます。よくわかんない。距離に関してはわからん。いやー、ねえ。ワンチャン、即落ちあるから。即落ちしたら坊さん得点ですよ、はい、やばいな。はい、では参ります。いた、いいよ。おお、マジ？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 あー、とんと、いってるいってるいってる。ゴール近いよ、ゴール近いよ。あー、惜しい。これは今集計中です。お待ちください。マジか、一発勝負でここかよ。いや、すごい。あと何メートルかなって、ちょっと上を見ようと思ったら、あー、欲が欲が出ちゃった。欲がちょっと前で見ていいかなと思ったな。いや、すごいけどね、一発で。はい、集計出ました。はい、62メートルということで、一番近いのはトズルさんです。やったー。なー、あれか。よし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 、巻き返してくる、巻き返してくる。かなりこれでまた分かんなくなりましたよ。オッケー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 、はい、いや、オンリーを欲しいな、これあるな。いや、狙いたいな。狙いたい、狙いてーなー。さあ、さまざまな、問題出てきましたが、最終問題です。最終、最終出た、はい、移動しましょう。来た。え、え、なに、え、なにこれ。さあ、こちらドロッパー何回目で成功する。うわー、落ちていくやつか。下に落ちていく、はい、これむずいぞ。ショート動画などでおなじみのドロッパー。はい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 、いやー、むずいぞ。むずい、これ。皆さんもちょっと実際に試してみても大丈夫です。やっていいですか。はい、やって大丈夫です。これスポンジ、めっちゃむずいくね、これ。あ、これ、こういうなんかベッドとかあった。リスポンこうなってるの。はい、プズいけた。あったあったあった、リスポンゼータあった、うんうんうん、これもこの状態、上のとこからスタートって感じですもんね。そうです、ね、そうです。俺いけたんだけど、2回目で。いや、僕も一発目でいけた。え？え？一発目でいけた？僕一発目でいけた。結構騙しとかもあるんでね。そうね、これ死にゲーだから。これ覚えられるかというか、うん、まあ。うんうんうん、うん、ダメだった。そうなんだよね。これ一番下まで行ったらゴール。はい。水の中に着水できたら OK です。では、ドズルさんから回答お願いします。2回。3回。4回。3回。おお、はいはい。動画でもいいんですか、これ。はい。どこからでも大丈夫です。はい、リスポーン設定だけして。リスポーン設定と体力1。はい。はい。おじさん何回だっけ。絶対に死んでしまう。僕2回で予想しました。2回。ちょ、1回目がいない。うん。3回で、僕が4回。4回ね。そうですね。あー、なるほど。一発クリアすると誰も得点なしってことですよね。なるほどね。そうです。そうです。よし、もうここから飛びます。おお、そこで。おお、早い。はい。参ります。おっ。おいた。え、あ、あー、なるほど。中間に、はい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 。ガラスがあるのに。これで成功したとつたん、正解。これで成功したら僕です。はい、そうですね。おお、これ、ひりつくな。ひりつくな、ひりつくな。え、わからなくなってきたな。行ってくれ。よーんで迷っていいよ。迷っていいよ。え、ガラスの中間のガラス、どこが入ってんだ。まだいいよ、まだいいよ。どこが入ってんだ。まだいいよ、まだいいよ。まだいいよ。いやらしいな、これ。いきます。え？あ、早い。打った。あー！うわー！どこだ？やばい、どうする？え、待って、え、どこ、どこ？
どっから降りたんだ、はい、ここか。次、次、次で、次で。次で、ボンサー。頼む、頼む、頼む。いや、ここか。ここなのか。いきます。お願いします。どうぞ。来い。どうだ、どうだ、あいたっぽい。わー、イエーイ。よっしゃー。はいはいはい。あ、どうなってたか。あ、こうなってたのね。いや、いい、でもあれだったな。はいはい。よし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 。この1ポイントでかい。よし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 。はい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 。はい。ということで、すべての競技が終わりました。第1回オンリーオーは、おもういきなりいきなりのか、オラフくんと大原弁です。うわー、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、オラフくんと大原弁が、4点4点4点。ちょっと待って、実技後半結構みんなポイント入りましたね。はい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 。ドズボンが3点。あ、いや、設定はいたんだな。もっと追加しましたよね、ボンさん。はい、押したよ。数え間違いじゃないですか。いやいや、まあ、何度も数えてますので。あ、そうか、はい。これが、はい、ギャグとか当たんなかったっけ。ギャグ当たってないから、みんなあなたたちだけ頭になんかついてる。残念ながら誰も当たりませんでした。あ、そうですか。はいはいはい。はい、はい、見事、第1回オンリー王になられた。お二人、今のお気持ちを教えてください。はい、こんにちは、オンリーです。ラーメンに具は乗せません。やめと。オンリー、さっきもオンリーがいないところで言ってたぞ。ポイント減らしてもらっていいですか。いや、まあ、やっぱオンリーに近づけようとしてね、やってるんだよね。はいはい。うん、はいはい、もちろんもちろん。これから一生分乗せるねよ。一生分乗せるね。オラフくんどうでしょうか。いやめっちゃ嬉しいですね。今度オンリーにミックスジュースおごります。いやあいいないいないいな、はいはいはい、分かってるな、それも分かってる。俺もラーメン。はい、ありがとうございます。またですね、今回のようなメンバーの誰かを主役にした企画もたまにやっていきたいと、思います。今日の動画が面白かった方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。おすすめの動画もご覧ください。高評価と動画のコメントもぜひしていってね。してくれたら嬉しいんだけどな。いや嬉しいんだけどな。いや本当に嬉しいんだよな。